6日、開幕4大陸選手権、韓国、ソウル。ソウルでの初練習を終えた17歳が、安堵の表情を浮かべていた。違うことをしたけど、やっとハマった。間に合ったという練習ができた。本大会に向けて抱えていた不安。その原因は、紀平の足元にあった。繊細な感覚から、スケート靴のフィーリングが合わないことに悩む日々。4大陸ではフリーで4回転サル、高挑戦どころか、トリプルアクセルの回避も検討していた。苦境から救ってくれたのは、3年前に練習で使用していた靴だ。エッジを当時から現在の長さに変え、かかとの高さも中敷きを使って調整。午前10時25分からのサブリンクでの練習では、トリプルアクセルを6度決めるなど好感触で、アクセルを飛べて安心したと笑った。午後3時45分からのメインリンクでは、トリプルアクセルの精度がやや落ちた。4回転サルコーの成功もなかったが、左足首を痛めた影響で回避していた3回転ルッツは、この日の2度の練習で、精力的にアタック。6日のショートプログラム、SP、8日のフリーで、ルッツは両方入れていくつもりと意気込んだ。昨年末の全日本を初めて制した紀平には、4大陸連覇の期待がかかる。SP もフリーもノーミスを目指して、連覇を目指して頑張りたい。最強ロシア勢と激突する世界選手権、3月、カナダを見据え、好演技でタイトルを防衛する。